これ、うん、いつまで言うんだろうなと思って、うん、そんなにまだ問題なのこれっていう、ね、好き、うん、お金を稼ぐためまでにそれなりの努力もしてるだろうし、うん、才能もあるだろうし、人間的な魅力もあったろう、うん、だからおごれるんだよ、そんな男に私は惚れるんだっていう女の人がいたんですよ、うん、それはわかるんだよ、わ、うん、かるけどさ、はい、男にはねまだ金にならないけど頑張ってる時期ってあるんだよ、はいはい、今の若い世代になればなるほどもう諦めてておごられるとか支え合うっていう準備が始まってんでしょ、どこにも答えなんてねえんだよバーカーって感じです。あデートは男がおごるべき、これどういうニュースなんですか奥野さん、しんちゃんの大好きなセクシー女優の深田恵美さん、恵美さん、恵美さんが、うん、なんかその、うん、デートは男がおごるもんでしょみたいな、うん、でそれをそのまたこの否定派、うん、さらにその擁護派、やっぱり男性にはおごっていただきたいと、でなぜならばあの女性っていうのは同じデートをするっていう、まあ、土俵に立つにしてもその前に準備があると、うん、でこれさこのコメントのあり方すごいね、はい、みんな本当に心からどうでもいいと思ってるでしょ。いやマジでどうでもいいだけどねなんでこの話しようっつったの？これ、うん、いつまで言うんだろうなと思って、うん、延々やってんもんね、はい、うん、そんなにまだ問題なのこれっていう、ね、うん、好きにすればいいじゃんって話じゃん、うん、そうなのマジでそうなの。いやでも燃えるよね、わざわざそれに噛みつく人たちもいるわけじゃん、それもちょっとよく分かんないっていうか、うん、何をこの国の人たちはそんなにキャッキュキャッキュ、男がおごるべきだ、いやおごらない方がいいみたいな、むしろおごるっていうことがあるからなんか得するみたいな、うん、ね、レイさんはどっちですか、バブル世代代表としてこれってさ、まあ愛と資本主義の話でしょ、だからみんな疲れてんだよそれに、うん、コメントの荒れ方でさ、早いもんね、みんながいかにこの話やめてほしいと思ってるかっていうかさ疲れてるっていうか、だから港区女子とか言うとみんなこう先出すもんね、はい、なるくでもええやんもう、うん、そうちょっと待って、唇が乾燥するんですよ、あこの話する、この話すると心と唇が、福瀬はどっち派なの、僕どっち派っていうか本当に本当に あなたの意見と一緒です、うん、どういうことですか、どっちでもいいな、どっちでもいいなって思わへん、どっちでも良すぎてビビる、だからさ深田さんが言ってたさ、うん、メイクとか綺麗にするためにすごいお金かけてると、はい、で努力してんだから、はい、デート代はあなたたちが払ってくださいよっていう言い方じゃない、うんうん、そうです、でこれについてはどう思います、そうだそうだっていう人とふざけんなっていう人と、うん、揉めてるって話でしょこれって、うん、うん、僕に聞いてます、うん、お前時差ボケしてんのか、スイッチ入れろどう思いますって言ったって、あそういう考え方なんだと思うっていうぐらいで、うん、何にも思わなさすぎて俺はこの話題したくないと思ってたです、まあ、だからもうどうでもいい、うん、どうでもいい、だっていろんな問題が浮き立つの分かるんですよ、だから僕の観点で言うといろんな問題が湧き立つ話ですねって思います、可愛いって言ってほしくてそのためにすごく早起きして準備してるという言葉がまず女性そのものからもおしゃれは自分のためにするもんだから、うん、男にこびるこういう女がいるから女の地位はいつまでたっても上がらないよのという意見もあるでしょう、で深田由美さんみたいにこうやってドキドキしながら用意されてる方はそうそうそうよそうよって言われる方もいるでしょう、うん、どこにも答えなんてねえんだよバーカーって感じです、あおいでおごりたかったらおごるしタイミングとかそういうことでしょうこれはしみちゃんは僕はおごりません、おごりませんっていうかもう割り勘です基本宣言、はい、あの年下だろうがもう関係なく、うん、年下でも、はい、こんなんだって僕も同じ気持ちですもん、あデートとかするんだったらその前にちゃんとおしゃれしたいなとか、うん、ちゃんとお風呂入ってこうとか、うん、ちゃんとその準備は僕も同等なラインでやってくんで、うん、でもなんて言うんですかね、当たり前のようにおごるって思われてしまうと、うん、もうおごった時の感動もないし、うん、だったらもう僕はケチっていう認識でいてほしいです、それほんとかっこいい、しみちゃん説得力ある、そう、それで、うん、あいつと言ってもどうせ飯をおごってもらえないから行きたくないってだったらそれでいいです、うん、でも、うん、僕はいいなと思う人はおごらなくても、うん、僕とデートしたいって思わせるように僕は何かします、それは何か何かしら手回しします、 お金渡すとかおごりはしませんけどお金渡しますそれ違う意味になってくんじゃないよ、そうだねごめんごめん、僕は言いたいのはあんまりこういうのに流されない方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見で、うん、だったらもう最初にあの自分が立場が悪いところにあえて立っちゃって、うん、で逆にあそんなやつが怒ってくれるんだ今回なんかあんのかなぐらいに思わせた方がいいのかなっていう僕のからくりです、これはだから僕はもうケチだっていう認識で言ってます、なるほどね、小倉さんは、はい、どうでもいい派でしょ、どうでもいい怒らない派でしょ、はい、俺もう払っといた派なんで
それなんで払っといたの？当たり前ですよ、そんなの。なんで当たり前？女の子に会うんだよ。そうだね。女の子に会って、小一時間喋る、うん。それは一体なんで女の子にお金を出してもらうんだい？その考え方も怖くないのか。自分で言っててなんか怖くならない感じ。俺はその女の方との時間をお金で買ってんのかって。なんかね、別にそういう意味じゃなくって、うん、単純に男ってもう男を発揮する場がないんです。だからおごるっていうか、おごるぐらいの格好つけ方をさせてくれなければ、どうやって格好つけていいのかわからないんですよ。達人かお前。だってもうね、運動会もないじゃん。ああ、足の速さ、喧嘩もないでしょ。テストもない。喧嘩はやだ。宮宏収入と喧嘩は勝手に知らないじゃない。学歴と、あと背の高さ、あの顔の造形、うん、あと喋り方、はい、あと気遣いとか、はい、まあ、いろんな審査があるけど、誰でもできるのよ、ちょっと無理すれば。わ、はい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 、かります。別にフランス料理のフルコースとかじゃなくて、うん、ちょっとじゃあもうコーヒーでも飲みに行こうかみたいな、もうじゃあだ、うん、まあ、めんどくさいから出すみたいなさ、はいはいはい、映画でも何でもそうですよ、はい、そこぐらいちょっとだけカッコつけさせてほしいな、男に。その余地を残してほしい。男女平等にしてほしくない。エミさんがどうとかではなく、男のために男が首を絞めることは言うな。平等じゃないんだから。男が払えと。男が払うっていう美学をバブルでも何でもいいけど、それ一回作ったんだったら、それちょっと保守しようぜ一回。日本の男はカッコつけるんだぜっていう。ねえ、分からへんなそれ。なんでカッコつけることがお金払うことになるのって。だってカッコつける場がなかったら、ただのほんまにしょうもない奴らやで、みんな。いやもう俺らしょうもない奴らやで。人から向いたらほんまにね、弱々しちっちゃい子ウサギよ、俺たちなんて、ね。そうそう。でもさ、俺らがまだ30代前半とかやったらいいんやけどさ、40代になってさ、お金払うことでかけてるっていう、このマインドどうなんていう。問題もあるそれは。カッコをつけてるんじゃなくて、おごられる方は、あ、あの人をカッコつけさせるために気持ちよくおごられてあげよって思わなあかん。そういう意気よ。全然意味分からへんやん、それ。意味分からへんっていう時代になってきた感じし。カッコつけさせてあげますよっていう女の意気があるでしょう、うん、おそらくね。それがな、分からへんねんぞ。もう分からへんねんぞ。俺はもうとにかくおっさんやから、端っこでカタカタブルブル震えながら生きていた方がいいんだぞ。もうその辺に関しては。もちろん浅い話ですよ、これ。だけど、バブル世代より下の俺たちから見ると、そんなにズタズタにね、ありのままでいけばさ、どうやってその、うん、そんなの無理でしょ。それはちょっと多少おごるなり、タクシーとか拾うときも、さっそうと手を挙げたりじゃん。はいはい。だから、ウェーみたいな感じで、呼びたくないよ。みたいなさ。なんでそのウェーっていうとき、下が R の発音になってるのかわからないんだけど。車道側を歩くとかさ、はいはい、その荷物は持ってあげるとかっていうのは、当たり前のように、やらないと。そこがまずゼロ地点から行かないと。どうすんのこれ。でもお金なかったらどうすんの。そう。お金なかったら売ろう。何を。うん、内臓でも何でも。女とデートしたいならね。女とデートするために内臓売るの？逆説的に俺言ってんのよ。ああ、女とデートするイコール、うん、金がないやつはできないっていうことを言ってんのよ。あら。だから今デートなんかできないの、俺たちは。おう。不純異性行為できない。ちょっと待って、ちょっと待って。何これ？チェンソーマンの第一巻みたいになってんのこれ。もう悪魔と契約するしかないの。だからそういうことなのよ。その、おごるっていうことが、どんどん、あの、価値が高い行為になってるから、こういう話になってる。みんなおごらなくなってるから。じゃあ、清水さん、1億持ってたら、おごります？それは多分全然おごると思います。久世さんは？うん、別に俺、おごらないことはないんで、どんだけお金持ってようが、おごらないときはおごらないし、おごるときはおごります。あ、じゃあ、たとえ1億持ってても、割り勘のときもありますよっていうこと。みんなお金がないって話ですか？僕は、何が面白かったかっていうと、僕世代だと、こういう問題が起きたときって、書籍とか、そういうところでノウハウみたいなのが、語られるじゃないですか、はい、デートの時はこういうのが男のたしなみみたいな、はいはい、であ、そうなんだって認識して、はい、みんながそういう価値基準になってくるんですけど、はい、これ面白かったのがこの意見に対してこの下にリプで、うん、いやいやそうじゃないだろういやいやいやって感じで、うん、個人の意見がめちゃくちゃそこの後に続くんですよね、うんうんうん、でそれがいろんな考え方があるんで、うん、これが正解に移らないっていうのが、うん、僕の中では結構この問題の面白いところだと。問題でいいの？炎上はしてるんですけど、はい、僕らはその中からどれかを選べばいいっていうのがちょっと昔とは変わったかなっていう意味で、うん、この問題は面白いなと思いました。確かに、まあ、もう一個言えるのは、はい、もうエイミちゃんをね俺はめちゃくちゃ擁護したいんだけど、お世話になったし、これお金をかけてるからなんかゲスな話に見えるんだけど、はい、やっぱり女の子はその、ね、生理とかあるでしょう。それを考えるとね、やっぱり頑張るのは男じゃない何がっていつも思っちゃうな。女は弱いから。俺みたいな昭和の人間は、いや明治の人間はだから男も女もそれ確かに同じ人間なんだけど、うん、
区別はあるし、うん、これ差別じゃなくてね、うんうんうん、その平等っていうのは機械の平等であって、うん、それぞれのコンディションもあるけど、基本的に男はカッコつけといてほしいなと思う、日本男児としては、うん、っていうのが俺のあれなので、全部理由付けだけど、女の子は女の子であってほしいのよ、ほうほう、守りたいわけよ、ヒーローにさせてほしいわけ、うん、っていうロールを あった時代の方が男が男をやりやすかったっていう、もちろんそこから弾ける人も、あの弾かれる人もいるんだけど、もう今スカート履く男子とかさ、うん、あれをキモいって言っちゃいけないんでしょ、キモくないでしょ、キモいんだよ、おわ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 だから流行るんだよこれから、ね、はい、スカートを履いてすごいいいじゃん、別に女の子みたいな子は別にキモくないんだよ、でもさ、おっさんとかもし履き出すとするじゃない、うん、やっぱキモいんだよ、だってスコットランドどうする、俺が履いたらキモいでしょ、うん、っていうことなの、でもそれ言っちゃダメなんでしょ、なんかよくわかんないけど、ね、バグパイプ吹いてんじゃん、あれはキモくないよ、そういう文化だ、民族衣装だからね、だからそこは難しいな、俺は何を言ってるんだ先生な、難しいよね、その話なかなかしづらいもんね、別にキモいって言ってもいい気もするけど、言っちゃダメなんでしょっていう、言っちゃダメなんでしょって言わなきゃいけないのは分かるし、うん、例えばさ、誰かが言ってたけどさ、はい、金を持っている男、金が稼げる男っていうのはその男の能力の証明でもあるっていうことを言ってる女の人はいたわけ、うん、つまりさ、お金を稼ぐためまでにそれなりの努力もしてるだろうし、才能もあるだろうし、人間的な魅力もあったろう、うん、だからおごれるんだよ、そんな男に私は惚れるんだっていう女の人がいたんですよ、うん、それはわかるんだよ、わ、うん、かるけどさ、はい、男にはね、まだ金にならないけど頑張ってる時期ってあるんだよ、はいはい、だからさ、もうちょっとさ、今金ないけどっていう男のことを分かってほしいなっていうさ、うん、つかその日が来るよっていう男を見つける女の能力っていうのもあるんじゃないですか、今札束出せる男がいい男っていう風に感じるっていうのはちょっと安いんじゃない、女としてっていう、女としてのプライドを持ってほしいなっていうさ、あんたは今金ないけど、だから私は今あんたの分払うけど、あんたはそんな男じゃない、このままじゃないっていうさ、いずれ大きな男になるよみたいなあったじゃないですか、昔そういう女いたじゃないですか、あれがいたんだろ、うん、日本にはさ、じゃないとさ、結局さ、金で俺は女を満足させる男っていうのやってたらさ、もっと満足させる大金持ちが出てきた時にその勝負で負けちゃうってことでしょ、うん、そうだよ、そうだよじゃねえよそんな女でいいの？そんな安い女で。でもそういう時期の女もいるよ。だから女側でもね、そんな価値観なのっていうね、意見もいっぱいあるし、あると思うよ、うん、だから別に、いや、そこが一番大事で、うん、たくさんいるという、だからこの意見が女の代表の意見だというふうに言われたら困りますよっていう女性の方は多いんじゃない、うん、それはそうです、そうでしょ、うん、それになんかもう俺今の若い世代になればなるほどもう諦めてて、おごられるとか支え合うっていう準備が始まってんでしょ、今の Z 世代あたりがさ、ちょっと申し訳ないなと思うのはバブルの残りがやっぱ感じるわけ、この意見には。でもこれもキャラクターじゃん、うん、まあ、キャラクターだな、そういう女、うん、もういい女だよなと思うんですよ俺。おっとお前本当にスープ着てるような心が、ね、これぐらいの話題をいかに面白く喋れるかっていういやいや、でもね、皆さんいろいろと熱くなる気持ちはよくわかります。